おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。SL 版越物語を購入しました。新潟と会津若松を結ぶ臨時観光列車ですね。プラレールでは C57、SL 版越物語号セットとして発売していました。実物の客車は7両あるのですが、プラレールでは1両だったので、もう1両購入し、こちらの客車に連結器をつけて、2両編成にしてみたいと思います。では、行きまーす。この12系の客車を、このように、つなげたいので、まずは、分解します。連結器を、付け足すので、家電量販店で、連結器を、購入。ささっと、取り付けます。ノコギリや、ペンチなどを使用して、連結器を入れる隙間を、作り、反対側は、パテで埋め、乾燥したら、ネジを締めます。どうでしょうか。逆向きの12系客車ができました。機関車に、連結させてみましょう。いかがでしょうか。SL 版越物語が2両になりました。やはり、客車が1両よりも、リアルさが増しますね。最終的に、7両、フル編成にしてみたいですね。レイアウトを、作ってみました。早速、SL 版越物語を置いてみましょう。こちらの蒸気機関車は C57-180 なので本物と一緒ですね。プラレールでは現在廃盤で、さらに実車の客車は塗装変更されてしまいましたが、気にせずに走らせてみましょう。